名探偵コナン安室透の好きなところランキング。名探偵コナンの人気キャラクター安室透、映画ゼロの執行人ではメインキャラクターに抜擢され、その勢いはとどまること知らず。今回は8742名の方に安室透の好きなところはというアンケートを取ってみました。早速5位から紹介します。第5位、愛車 RX7 の運転テクニック。あのドラテクはやばい。あの運転を体感しに何度映画館に行ったことか。 RX7 がかっこいい。映画ゼロの執行人の見どころはズバリ安室透の運転シーン。もはや安室透主演のカーアクション映画でしたよね。第4位、公安のゼロとしての正義感。クールなのに正義のために熱くなるから、こんな公安は絶対いないが、仕事にプライドがあるところがいい。映画かっこよすぎ。誰よりも日本を愛し、日本のために尽くす。そのためなら手段を選ばず、強引なところもまたいいですよね。第3位、意外に天然で可愛らしい。見た目とのギャップが魅力的。かっこいいけど実は抜けてる。可愛らしいところが好き。かっこいいのに可愛い、あのギャップがたまりません。たまにとぼけたような表情や発言があるのでお見逃しなく。第2位、ミステリアスな雰囲気。穏やかな笑顔の裏に何かを持っている雰囲気がとても興味をそそられる。敵か味方か時々わからなくなるから、いろいろな顔を持っていてミステリアス。つかめないところが魅力的。安室透、バーボン、フルやレイという3つの名前を持ち、表情や雰囲気もまるで違う人物のように使い分ける。敵なのか味方なのか、何もかも謎めいていて気になる存在です。そして安室透の好きなところ、第1位は視察力、推理力の高さ。推理が始まった時の真剣な目つきがかっこいい。生まれながらの天才って感じ。コナンを凌駕する能力の持ち主で、ドラマのスパイス的な存在。容姿に性格、身体能力など人気高い安室透ですが、一番の理由はこれ。名探偵コナンの登場人物には頭が切れるキャラが多くいますが、安室透がナンバーワンではないでしょうか。第6位には、喫茶ポワロでのエプロン姿がランクイン。にっこり笑顔で働く安室さん、これはまさにギャップ萌え。女子高生からも大人気だそう。私もポワロでハムサンド食べてみたいな。以上、名探偵コナン安室透の好きなところランキングでした。あなたは安室透のどんなところが好きですか？コメント欄でぜひ教えてくださいね。高評価ボタン、チャンネル登録もお願いします。